はい、皆様こんにちは。神戸町中散歩高谷でございます。突然ですがメロンパンはどれだということでお送りしてまいります。どうぞ。はい、こちらの方にですねパンが2つありますが、一般的にメロンパンと、言われているのは多分ね、こちらの方がメロンパンとしての知名度が高いと思います。でですね、ただ神戸では昔からねこちらのパンがメロンパンとして認識されております。それではいつからあるのか検証してみましょう。こちらのね金星堂というパン屋さんが、メロンパン発祥のお店とされておりますね。はい、ではね、パン屋さんの方へ入っていきましょう。街中のね商店街の小さなパン屋さんという感じなんですけども、お店ね中に入りましたら結構ねこじんまりとしてねパン屋さんの中に様々なね美味しそうなパンが並んでいますよね。はい、そうしましたね、トレイを取りまして、これね下の方を見ていきましたら見慣れたパンが2つありますよね。左がなんかねサンライズと書いてまして、右がねメロンパンという風になっております。でメロンパンとこのねサンライズっていうのを取ります。でねこの名前の由来はねまた後で説明してまいりますね。で美味しそうなパン、その他にねこちらのねバタークリームというものと、こちらですね、上にねいちごのようなね、ゼリーが乗ってますね。昭和の頃はねこういうね可愛くて生クリームたっぷりのパンが流行りましたよね。でこのアポロバターサンドというものもね取って、でレジの方にね行きますね。はい、こちらでね会計をしまして、全部でね590円なんですね。4つ買って590円ということは、個人が経営されてるお店としてはお得なねパン屋さんかなという感じですね。まあ、最近はねパン屋さん行ってもね1つ180円とかね200円をね超えるようなお店も結構ありますからね。でここはね、商店街のパン屋さんなんで、エコバッグかね買い物袋は、持参して行った方がいいかと思いますね。今回ねこういうねズタ袋じゃなかった巾着ですかねを持って行ってね、この袋に入れて持って帰ったんですけどもね、はい、すいません、ありがとうございます。はい、ではね、このお店を後にしたいと思います。これからね、パンの検証をしていきたいと思います。それではねそれぞれのパンをじっくりと見ていきましょう。まずはねサンライズのパンの中をね切って見てみたいと思います。もともとねこのパンはもともとね広島県の呉の、親族が経営する金星堂さんでね誕生して、呉なんでね軍港なんでね放射状にこのね、模様の入ったものなんでサンライズと言われたようなんですけどもね、ただね放射状のパンの型というものがねもう視点に入りにくくなったということで、今はねこういうね格子型の模様のねサンライズというね、もともとサンライズと言ってたらしいんですけどね、サンライズというねパンが出てきたそうです。でね今ではねこの外側はねクッキー生地のものを、メロンパンというねパンが最近は流行りだしたということで、この中にはね何も入ってなくてねふわふわのしっとりしたパンにクッキー生地がね乗ってましてね、外カリ中ふわっていう感じでね非常に美味しいパンでございます。それではね神戸のメロンパン、別のね神戸のメロンパンを切って断面を見てみましょう。はい、こちらがね神戸のメロンパン、こちらね大正時代から昭和にかけてメロンというとマクワウリがね一般的で、マスクメロンというのがねとても高級品であまりね浸透してなかったんですね。でこのねマクワウリの形をねメロンの形ということと、あとね、神戸といえば洋食で、洋食のご飯はねこのね、形をかたどってたものですから、このね洋食のねご飯を形取るパンにこの型を入れて作ったと。ただね、神戸の生協コープの職人さんが作ったという説も
あるようですが、こちらのねコープ神戸さんが昭和27年以降で、金星堂さんがね、昭和5年頃なので、金星堂さんの方がね先に作ったということですね。で、神戸のメロンパンの中にはこういう感じでね白あんが入っております。またね、パン屋さんによってはね、他のね、さつまいもなんかのね、芋あんが入っていることもあるそうです。で、またね、新しいね、このメロンパンが移動販売でね、流行り出したのは2004年頃なんで、神戸っ子の私としてはね、この金星堂さんのラグビーボール型のね、このメロンパンの方がしっくりきます。またね、こちらのね、パンの方がふわふわしてね、とっても美味しいパンでございます。でまたね、こちらのビスケット生地が乗っていて、バタークリームがねサンドされたこちらもね非常に美味しいのでね、寄られる機会ありましたらね、ぜひこちらも、ご賞味ください。今切ってますけどね、外のね一番上がビスケット生地になってまして、で中にねこういうねバタークリームが入ってましてね、非常に美味しいです。はい、それではね、神戸では通常のメロンパンをサンライズと呼んで、このね、ラグビーボール型のものをメロンパンと呼んでいるというね、ことでございましたね。最近ではね、神戸のサンライズのようなね、メロンパンの中に様々なクリームが入ったものがね、あるようですけどもね。ただね、この全国的なメロンパンよりも、神戸のね、ラグビー型の形のメロンパンの方がね、歴史が古いということはお分かりいただいたでしょうかね。でね、ということで、まあ、このね、神戸の方、また西日本の方がね、このね、メロンパンを見てね、サンライズとかね、いう話をされてもですね、不思議な顔をせずにね、神戸、西日本ではこのメロンパンをサンライズと言ってね、ラグビー型のものをメロンパンとね、言っているということをね、理解していただければと思います。金星堂さんの様々なね、とても美味しそうなパンをね、見ていただいて、このね、サンライズメロンパンのね、発祥のお店としてね、また、こちらの方にね、寄っていただければと思います。で、金星堂さんの詳しい場所といたしましては、新海市、またはね、港川公園のね、駅から少しね、北の方へ、上がっていただいて、東山商店街の中をずっと、通っていきまして、一番奥の方ですね。ちょうどね、こちらですね。こちらが金星堂さんのパン屋さんになりますね。まあね、老舗のような重厚な佇まいのパン屋さんという感じがありますよね。まあね、中はね、こじんまりとはしてるんですけどもね。お店の方もね、すごくね、気さくで、優しいご主人と従業員の方たちなんでね、また立ち寄ってください。はい。でね、今回、メロンパンの発祥のお店ということで、金星堂さんを紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、頭を混乱されたかもわかりませんけどもね。またね、こちらの方、よければお店の方に寄ってみてください。今回の動画ね、良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価、グッドボタンですね。あと、コメントなどね、いただけましたら嬉しいです。それでは、またね、次回お会いするまで、さようなら。